今岡英治のぶらり歴史探訪チャンネル。今回は沖縄の世界遺産志木那苑や病気平湯にご利益のある志木那宮、朝ドラ「修羅さん」のロケ地にもなった隠れ絶景スポットの首里金城町石畳道などを紹介したいと思います。無論おすすめのグルメも紹介しますので、こうご期待。沖縄のね、世界遺産というと首里城が有名なんですけども、実は首里城の世界遺産登録は琉球王国のグスクおよび関連遺産群の一つという位置づけであって、今回紹介する志木那苑も実はその一つというものになります。で、この志木那苑が一体何かということについては意外と知らない方も多いんですけども、一言で言ってしまえば琉球王朝独自の、琉球庭園といったところ、江戸の将軍家にね、浜離宮庭園なんかがあったように、琉球王朝にも志木那苑があったというわけ。ただその主目的はちょっと変わっていて、一応ここは琉球王家最大の別邸という位置づけだったんですが、王室がくつろぐためというよりは、もともとはね、中国皇帝からの使者、作法師をもてなす、まあ、現在でいうところの、まあ、迎賓館として使われたと言われています。雰囲気としてはぱっと見中国様式っぽい感じもありますが、実際は、中国の様式に、沖縄独自の様式をミックス、さらに池の周りを歩きながら景色の移り変わりを楽しめる日本庭園の様式、回遊式庭園を取り入れた独特のもの。園内でもね、ひときわ目を引く赤瓦の木造建築が外国使臣をもてなしていたウドゥン、琉球王国時代にね、位の高い人々が住んでいた建築様式が用いられていて、最も格式の高い1番座、それに連なる2番座、3番座、台所、茶室など15もの部屋からなるウドゥンは、総面積が約525、平方メートルもあってね、開放感があふれる広々とした構造が特徴と、十分一見の価値があります。ちなみにここには観光台と称する展望台がありますが、海を望むことはできません。これは琉球をね、より大きな国に見せるためとも言われているため、むしろ海が見えない方が何かと好都合だったと言われています。また観光台の名称は、テールの行き届いた、電波田をね、見た作法師が王様の徳を称えて名付けたとのこと。志木那苑を訪れた際にはぜひこちらにも足を運んでみてください。なお、ここが最初に作られたのがだいたい18世紀頃と言われていますが、残念ながら第二次世界大戦で園内のほとんどの、ね、建築物が、破壊されたため、現在見られるのは1975年から1995年にかけて復元されたもの。ただね、ちゃんと復元着手直後の、1976年には国の名勝に再指定、2000年には国の特別名勝に指定されて、同年12月にユネスコの、世界遺産に登録されたというわけです。ちなみにここは首里城とセットで訪れる人が多いんですが、なぜか首里城に行ってからその後で志木那苑を訪れるという人が多いので、実は朝一は土日とかでも驚くほどにガラガラ、駅から離れているせいというのもあるんでしょうけど、バスとか車を使って朝一から訪れてゆったりとした気分で観光されることをおすすめします。で、ここからね、首里城まではだいたい歩いて30分ぐらいの距離になるんですが、ここはあえて徒歩での移動をおすすめしたいと思います。なぜならね、途中途中でいろいろと見るべきものがゴロゴロしているから。まずは志木那苑から徒歩10分ちょっとのところにある志木那宮。こちらは琉球八社の一つに数え上げられる由緒正しきもの。琉球八社というのは、琉球王国において王府より琉球八社の姓として特別の扱いを受けた波の上宮、沖の宮、志木那宮、
末吉宮、安里八幡宮、アメク宮、普天間宮、金宮の8つの神社を琉球八社と言います。安里八幡宮だけはね、八幡神を祀っていますが、それ以外の7社は、熊野権現が祀られていて、五光やその一族が琉球王国の無事安泰を祈願する神聖な場所とされていました。で、この中でもね、式名宮はとりわけ病気回復に御利益があると言われています。というのも、将元王という16世紀の王様、ちょうど日本ではね、戦国時代に在位していた琉球国王というわけなんですけども、その長男が病気になった折に、ここの神様に祈ったら治ったってことで、以来、病気回復の霊言があるとされています。ちなみにこの時病気から回復した王子は、将元王の長男、将皇伯という人で、長男ではねあったものの諸子だったために、まあ、つまりはねお母さんの身分が低かったんで、王位は継げなかったということです。ただね、子孫は代々王族としてその地位が守られて、大正時代のね彼から数えて14代目の子孫五栄区長尉という方は、衆議院議員まで務めています。で、この式名宮から大体20分ぐらい歩いたところに首里城があるわけなんですが、その途中にこれまたおすすめのスポットがあるんですよ。それがこの首里金城町石畳道。この石畳の道は16世紀に首里から那覇港や、沖縄本島南部へ通じる主要道路としてね作られたマダマ道の一部。このマダマ道は全長10キロとも20キロとも言われた壮大なもので、基幹道路としてのね活用は無論のこと、那覇の美化政策や海賊撃退にも役立てられたとのこと。ただこのマダマ道、第二次世界大戦の沖縄戦でその大半はね破壊されてしまって、現在残っているのはこの金城町に現存する238メートルの区間のみ。ただしこの金城町はもともと琉球王の住む首里にほど近いということもあって、その家臣たちが住むね武家屋敷が多く残るところ。この街並みは NHK の朝ドラ修羅さんの撮影地としても活用され、実際に沿道の民家が主人公の自宅外観としても使われたりしていますので、そういうのをね実際目の当たりにするのがお好きな方にもおすすめの観光スポット。那覇の中でもまた一風変わった雰囲気を味わえるところなので、皆さんもこの雰囲気をじっくりと感じ取りながら首里の方に向かわれてみるのもいいのではないかと思う次第です。あとついでなんでおすすめのランチもご紹介。今回ご紹介したいのは沖縄ならではの味が堪能できる店の一つ、A&W。 ご存知の方もいるかもしれませんが、この A&W、 このアメリカ発のファーストフードを食えるのは日本ではこの沖縄だけなのでね、俺はあえてこれを沖縄の味として紹介したいと思います。だいたいね、沖縄の味って言っても過言ではないぐらい A&W は沖縄にしっかりと根付いていますんでね。というのも A&W が日本に進出したのはまだ本土復帰前の1963年のこと。ちなみにマクドナルドが銀座三越の1階に日本第1号店を出店したのが1971年、ケンタッキーが愛知県名古屋市に日本第1号店を出店したのが1970年のことなので、この2大ファーストフードより7年も8年も早く沖縄人には浸透していたということになります。なお A&W で一押しのメニューは何といってもその名を冠したザ・A&W バーガー。これはねビーフ、トマト、レタス、オニオンリング、そして濃厚なクリームチーズに黒糖ペッパーポークを挟み込んだ A&W 自慢の一品。当然ね販売数も常に1位という代物ですので、 A&W に行ったらまずは迷わずにこれを注文されることをお勧めします。
それでは直子英二のぶらり歴史探訪チャンネル、次回もまたお楽しみに。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は右下のボタンをクリック。高評価やコメントもお待ちしております。